今日は心、心とは何か。で、皆さん方はよく心ということを口にしますけれども、明るい心、暗い心、あるいは良い心、悪い心、しかしその心って何だろうかと問われた時、そんな口走っていながら心が何なのかわからない人がいっぱいいるわけでございますね。皆さん、心が何であるかということを分かってますか。心が何であるかってこと、心って見えるものなんだろうか、見えないものなんだろうか。見えるもの、見えないもの、見えるもの、見えないもの。心見えますか、見えませんか。心って何でしょうか。口では言ってるじゃないですか、心って。で、心を教えなければならないとか、心の学びだとか言うんだけども、その心が何であるかということは分からないでですね、オウム返しで伝えてる人はいっぱいいるんですね。一体全体、心って何かと考えたことありますか。心が暗いとか明るいとか、良い心とか悪い心とか、皆さんよく言いますね。じゃあ一体全体、心って何だろうか。心って何ですか。だから、その我々はですね、心が何であるかということを知らなかったら、自分を知らないということなんですよ。心とは何かと言いますと、皆さんこういう字を読んだことありませんか。これ何と読みます。心霊。心というのは御霊なんですね。すなわち霊なんですよ。で、心の悪い状態を皆さん悪霊と言ってるんですよ、ね、心のいい状態を善霊と言ってるんですね。良い心、悪い心。で、皆さん方はこういうこと、字を読んだことありませんか。これ心眼と言いますね。心眼と霊眼とは違うものなんでしょうか。霊眼とは同じもの、違うもの。で、その心のことを、または皆さん方は意識と言ってます。意識が、意識でものを見る、心でものを見るということなんですね。で、意識と霊と心とは違うものなんでしょうか、同じものなんでしょうか。あるいは皆さん方は心眼と言いますね。神とは違うもの、同じもの、同じものなんですね。で、心を一つにしなさいという言葉をよく使います。心を一つにするということは、あるいは心の狭い人、心の広い人、ね、すなわち皆さん方の個人意識というものは、心の広い人、狭い人、狭い人ですね。すなわち意識の低い人、心が低いということなんですね。心が低いということは霊が低い、その霊の低い状態を皆さん低級霊と言ってるんですね。意識の高い人を何と言います。高級霊と言いますね。高級霊。個人意識、肉意識は高級霊ですか、低級霊ですか。低級霊なんですね。低級霊ですよ。意識が低いと低級になります。その意識の低い状態を低級我というんですね。意識の高い状態を高級我というんです。高級我で、寛大な心、寛大な魂というのとは違うもの、同じもの、同じもの。じゃあ邪心と邪霊は違うもの、同じもの。邪心と邪霊は、悪霊と悪の心とは